新井屋は横浜市中区にある牛鍋店である。創業者の新井昌平は農家を継ぐのを嫌い、1895年に東京、板橋から横浜に移り、新井屋を創業した。開花のお味は、路面電車のお値段で、のキャッチコピーで牛めし、牛そばの価格を路面電車の運賃と同額の4 0の大衆価格とし、甘さを控えた醤油味で煮込んだ牛鍋を、 ビアシと共に楽しみ、その後に米飯を食べる流行を作り出した。二代目の登る良吉は、無こ用市で、戸塚の農家の出身。1923年の関東大震災で、店は倒壊したが、いち早く再建させた。大正末期から、昭和の初め頃、まだ電気が珍しく他店では炭火を使っていた頃に、いち早く電気コンロを導入。夏場の来店客に涼んでもらおうと、 モーターを使って庭に滝を出現させ、人々を驚かせるなど、アイデア万ぶりを発揮した。1945年5月29日、横浜大空襲により点は消失。二代目女将は大川川に飛び込み一命を取り留めたが、町内会長として避難誘導に当たった、登る両吉はそのまま行方知れずとなった。戦後は水遁屋として店を開け、 シベリアから復員した長男の聖一が三代目として、旧鍋を復活させた。本店は伊勢崎町四丁目の商店街と、国道16号の間に位置し、市営地下鉄伊勢崎長者町駅から徒歩5分、京浜急行日の出町駅から7分、JR 根岸線関内駅からは8分ほど。現在の本店は2017年3月に、 創業120周年を記念して新築した建物で、本店の他中区海岸2の万国協店、神奈川区、鶴屋町の新屋ネスト、祖号横浜店、ダイニングパーク横浜の計4店舗を有する。近隣には、伊勢崎町5丁目の茶の目屋、末吉町1丁目の大田縄のれんの牛鍋の老舗が所在する。新屋では、牛鍋とすき焼きの双方を提供している。 すき焼きは割り下を使った関東風である。ありがとうございます。